はいどうも皆さんこんにちは、ラブラブホリデーのシュートです。今日はですね、ロンドンで、ロンドン観光に来る人の、目的の一つにですね、おそらく結構ね、ショッピングっていうものをね、こう目的にしてる人結構いると思うんですよ。特に女性の方とかね、ロンドンとか、イギリスブランドとか有名なブランド結構たくさんあって、その本店とかがあるのが、ロンドンなんですけれども、あとね、日本で買うよりも安く買えるっていうことで、結構ね、多くの人がこっちに来て、こっちで買ったりとか、あとは限定のものがあったりするので、そういう限定のものを買ったりしてると思うんですよ。で、今回紹介するのが、ロンドンで一番、ハイブランドがたくさん立ち並んでるエリアを紹介したいなと思います。それがですね、この前僕が動画で紹介した、フォートナム・メイソンっていう紅茶屋さん、百貨店が、僕の気持ちの後ろら辺にあるんですね、あそこ。その、ほんとすぐ目の前あたりに、めちゃめちゃハイブランドのみがですね、集うストリートがありますので、今回はそこを紹介します。じゃあ早速行ってみましょう。はい、ここはフォートナム・メイソンからですね、もうすぐ本当にもう歩いて10秒ぐらいのところにあるんですけど、ここ大通りがこういう風になって、渡ってね、ここ、バーリントン・アーケードっていう場所があるんですけど、ここね、結構おすすめのね、雑貨屋さんとか、結構可愛めのお店とか、結構高い店があるんですけど、日曜日はね、まだね、やってないということで、今後ね、開いていきます、多分。で、僕今ね、これね、ピカデリーサーカスの駅からグリーンパークの方に向かって歩いてるんですけれども、その通りですね、こう歩いてって、はい、ここ。あ、今ね、僕ね、通りを一本入ってきたんですけれども、この通りがね、もうめちゃめちゃハイブランドのみが立ち並ぶ、超高級ブランドショッピングストリートになります。もう日本でいう銀座的なところですかね。僕この前リージェンツストリートっていうところを紹介したと思うんですけれども、そこは、よく俗に言うハイブランドが立ち並ぶ店で、ここは超ハイブランドが立ち並ぶ店です。じゃ、ちょっとね、とりあえずお店紹介しながら歩いてみましょう。今日はね、僕ね、人混みが少ない日曜日歩いてるんですけれども、平日とか結構たくさん人がいます。
はい、今回僕がここ紹介したのがニューボンドストリートっていう通りです。ぜひですね、ロンドンでショッピングしてみたいなとか、ハイブランドとかロンドンならではのブランドとかね、そういうのをまあ安く買いたいななんて思っている方はこちらのニューボンドストリートをぜひ来てみてはいかがでしょうか。日曜日の午前中はね、こういう風にね、お店まだ閉まっているので、まあ、おすすめの時間帯としてはやっぱり平日の、まあ、午後とかね、まあ、平日の午前中もありかなと思います。まあ、土曜日とかはかなり人が多いので、ゆっくり見たい方は平日の午前中とかおすすめかなと思います。逆に、まあ、こういうお店とかを僕みたいに、ただね、こういう風に撮って回りたいとかっていう人は、この日曜日の午前中がおすすめです。それではですね、今回の、まあ、ロンドンのおすすめ観光地動画はこれで終わりになります。ぜひですね、ロンドンショッピング行きたい方はこの動画参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。